レヒテンバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のマインシュペッサルト郡に、属す、町村である。同盟の地区に、行政機関がある。この町は、ロールアムマイン行政共同体に加盟している。レヒテンバッハは、シュペッサルト山地のビュルツブルグ地域に位置している。町内の最高地点は、バイカーツ兵衛の海抜536.6メートル。 最低地点は、連邦道 B26 号線が、ロールアムマインに入るやや手前の海抜203メートルである。この町は単独のオルトレヒテンバッハで構成される。ゲマルクングは、レヒテンバッハとローテンベルクの2地区である。校舎は2013年末まで市町村に属さない地域であった。ゲマルクングレヒテンバッハは、いわゆるバイカーツ兵営によって2つの部分に分けられる。 北西の無人の地域、バイカーツビーゼと南東のレヒテンバッハ集落がある人が住む地域である。ゲマルクング・ローテンベルクは歴史上9つの森林地区からなっている。この町の名称はロールアムマインでマイン川に合流する同盟のレヒテンバッハ川に由来する。レヒテンバッハは1522年8月18日のリーネック博、フィリップの文書に 初めて記録されており、1791年まで、ロールの国有工場で、鏡の製造に使う板ガラスを生産する工業集落であった。レヒテンバッハは、マインツ選定工業の一部として、1803年の帝国代表社会議主要決議により、新たに創設されたアシャフフェンブルク広告料となった。この広告は1810年に、 フランクフルト大公国の県となった。レヒテンバッハは、1812年に、ダルベルク公の所領地とともに、ディストリクトメールロール内のメールとなった。このメールには75個、471人が住んでいた。主張は、ヨーゼフ・ワムルハインであった。その助役は、クリストフ・バルテル及びヨハン・アダム、司祭は、フランシスコ会のアンブロジウス・ミュンヒ、学校教師は、 ヨハン・ラウスであった。レヒテンバッハは1814年にバイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の自治体例により現在の自治体が成立した。1862年に別リュクスアムとロールアムマインが設けられ、レヒテンバッハはその管轄下に置かれた。1939年にドイツ国全土で 軍の名称が用いられることとなった。レヒテンバッハは、ロールアムマイン軍の26市町村の一つとなった。ロールアムマイン軍の廃止に伴いレヒテンバッハは、1972年7月1日に、新たに設けられたミッテルマイン軍に属した。その10ヶ月後にこの軍は、現在のマインシュッペッサルト軍と改名された。2014年1月1日に、無人の 市町村に属さない地域、ローテンベルクがこの町に合併した。これにより、町域面積は2.09平方キロメートルから7.27平方キロメートルに拡大した。この合併によって町域は一体化した。北西部のかつて無人の飛び地であった、広さ96ヘクタールのバイカーツビーゼは、わずか5メートルほどではあるが、ゲマルクングローテンベルクと接することとなり、 飛び地ではなくなった。2018年の町の税収は71万3000ユーロで、このうち産業税収入が1万4000ユーロであった。第二次世界大戦以後の町長を劣気する。この町の町議会は十二議席からなる。ズンガラ、赤字に斜め十字に組み合わされた銀のガラスがついた銀のガラス吹き棒と銀の斧。その上に株を変えた金の紋章デザイン化されたユり。 下に直立した金の多くの葉。コベルツクベレ公式統計によれば、2018年6月30日時点で、この町で働く、社会保険支払い義務のある就労者は29人であった。一方、この町に住む、社会保険支払い義務のある就労者は、合計4327人であった。さらに2016年時点で、4件の農家があり、 35ヘクタールの農業用地があったが、その全てが牧草地などの緑地であった。以下の施設がある。ありがとうございます。